どうもミニマリスト4です。本日も動画をご視聴いただきありがとうございます。というわけで今回はちょっとね、荷物がいっぱい届いてるんで全部開けていこうかなと思います。レコードとアレクサですね。野村さん宅であったアレクサを使ってるのを見て、実際にめちゃくちゃ使い勝手いいなと思ってついに買っちゃいました。こんにちは。はい、まあね、この手のひらサイズ、モンスターボールよりちょっと大きいぐらいかなっていうサイズ感で、スピーカーにもなるし、ね、あっちのスイッチボットとかと連携できると思うんで使っていこうかなと思います。シェイクしていきたいと思います。でな、動きが気持ちないけど、はい、ということで僕がね、古民家から京都に来まして、京都じゃん古民家の京都から東京に来まして、はい、お祝いということで、はい、今日は僕がね全力で楽しみたいと思いますんで、皆さん僕を全力で楽しませてください。というわけでお疲れ様でした。乾杯。イエイ。はい、乾杯東京で飲む生が最高最高おいしい？おいしい？ジューシーうまっ。ありがとうございます。ありがとうございます。もうそう言ってくれるし、いいようになったから。いただきます。このやっぱタンギングがいいですね。つまりいい甘い。これは美味しい。違った。ホッピー飲まないの、ホッピー。お口に作らせていただきます。東京おめでとうございます。というわけで、つかせていただきます。いやいや、偉そうにできるじゃないから。20万人ぐらいから偉そうに。それで来なきゃいけない。自信を持ってできる。ハッピー、ハッピー。オーライ多分現役オーライ絶対。そんなやつ。やっぱ現役オーライだもん。いらんにさ。ちょうどまああれだね。ハッピー。関東最高。でもあやさんと仲良く、お金払ってでも仲良くできたら僕はいいかな。あ、これあやさん。どうしますか。なんか言ってますけど。いや、俺マジで考えたらそうだよ。やらしい、俺逃げ逃げやらしい男だからね。逃げ逃げやらしい。家系行きましょう。それ LINE 来たからですよ。ハイパー2軒目。じゃあデブさん、東京お疲れ様でした。なんで帰るの？出ていく。古民家行ってもお元気で。お元気で。あよ、あよ。あよ。お疲れ様です。うまい。じゃあ、あやさん、お疲れ様でした。いい。ありがとうございます。はい、というわけで今日はアリミマリストに呼び出されたんで、とりあえず駐車場行きます。そういえば2017年式の iPad Pro 使ってたんですけど、本日無事に手放すことができました。はい、全然遅刻です。超絶遅刻。いや、さっきまでバイク乗ってたからフライトジャケット着てたんですけど、袖通して歩くと死ぬんで羽織ってます。一生こんな感じ。飛んでいかないようにここで結んでるんだけど、なんか防災頭巾みたい。待ち合わせ場所はこちらの
丸いそしていました。いただきます。めちゃくちゃうまそう。うまっ。タイヤがめっちゃ高い。うんうんうん、うまっ。麺いいね。これ重いし正解。麺が楽しめる。何個の味めっちゃうまい、うん、やばい激うま。食べてもつけてもいい、うん、じゃあ早速もう一回食べれると、うん、さらにもう一回食べれると。いける時間と一歩ごちそうさまで。インサーディートね。なんだってシール。サウナ語でケピーケピー。あはい、サウナオツです、はい、ケピー。このワッフルの甲の部分をここでくっつけてじゃあお疲れでした。またお会いしましょう。ナンパ失敗してましたよこの人。20回ぐらい。そうそうそう。いや、ね、15回しかしてない。というわけでオツでした。というわけで、デブさんとジュンヤさんと一緒にサウナ行ってきました。ちゃんとサウナ行ったのって初めてだったので思ったんですけど、あれですね、暑いんだけど意外と耐えられる。水風呂の方がねきつかったですね、僕にとっては。なんかね、あれあれ、ターミネーター2の液体窒素かけられた、あの凍りかけてるターミネーターみたいな感じで、水風呂に入った瞬間から4が全く動けなくなるっていう、途中でもピタって止まってっていう感じでしたね。はい。いやでもね、いい経験だなと思ったし、まあね、ちょっと、ジュニアさん曰く週1ぐらいがいいって言ってたけど、週1はちょっと厳しいんで、まあ、半年に1回ぐらい行けたらなって。まあ、一人暮らし編に向けて、着々と今準備を進めてるんで、乞うご期待ってことで、おつでした。バイバイ。